どうもゲーム仮面です。さあ、今回は、一緒に遊ぼうというアプリのね、人気 YouTuber たちが大集合したコラボ企画。さあ、なぜかホッピングをやってるレビンさんと、ババラさんと俺なんですけど、はい、そして今回はなんといってもみんなでゲームパーティーをしようということになりましたよ。サンさんがね、開いてくれてるんですけども、ほらすごい豪華な一列で、なんかねついてきてる人がたくさんいるんですよ。やっぱ盛り上がりますね。うわすごい、ビーチまで来ちゃった。いやめちゃくちゃたくさん人集まってきてるよ。うわなんか演奏してる人まで出てきちゃったし、なんかすごいなこの密な状況。 YouTuber でミニゲーム対決するので応援お願いしますと。ゲームパーティーやってきます。ゲーム仮面負けないようにねって。大丈夫、僕最強だから。全然最強じゃないと思う。ってやかましいわ。フレンドになって、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 フレンドお願い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 。いや気持ちはわかるけどね、こんなこんだけねいろんな人が集まってますから。はい、時間は夜になりました。ドラクエみたいですね。すごい、ゲームパーティー始まりますよ。さあゲーム仮面も負けられないよこれは、マジで。お、ラウンド1、スピードレーシング、砂漠、もう俺は死ぬことやってますからね。このステージ絶対勝てますね。ゲーム仮面が1位になるでしょう、予想しますよ。さあやっていきましょう。3、2、1、よし。あ、緊張してきたけど、よし頑張ろう。まずここはね、ジャンプできるところはジャンプする。それで加速していくと、おお今俺1位、あ落ちた。って待って、やばいやばいやばい、落ちたよ。やめてくれよ、やめて、やばいちょっと待って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 、2回落ちたんだけど、もうこっから落ちれないぞマジで。やばい、こんなところで落ちるなんてもうやばい。しかもほぼビリの方だよ。1回戦で敗退とか絶対嫌だよ。ちょっと、あ、ちょ結構危なかった。あやばい落ちた、やばい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 、これマジでやばいぞ。え、サンさんがいる。サンさんが意外と近かったぞ今。いやだけどスターって、俺こんなに落ちたことないんだけど、このステージで緊張しすぎた。やばい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 、あ危ねえ、19位。ちょっと待って、俺こんな順位ここで取ったことないぞマジで。やば、危なかった、本当に危なかった。はい、第2回戦は走れ万里の頂上。ここはね正直言って負けられませんよ。ここはね得意だから俺も絶対勝つよ。ほら1位だ、1位、今1位、今ゲーム仮面1位ですね。これは来てるぞ。よし、ここで加速、ここはね外せないぞ。よしよし、もうね何回もやり込んだステージだからこそ絶対にここでミスれないよね。やばい、サンさんがうまいんだよね。サンさんがうまいことは知ってる。サンさんがうまいことは知ってる。よし、ここで加速して、よしよし、サンさんが1位ね。で俺が2位です。よかった、なんとかなんとか。みんなもどんどんたどり着いてるね。3回戦これはアクションですね。回転モルトはね、これねゲーム仮面昔動画で紹介したんですけども、針の後ろをずっと走ってればこのステージ負けることはないんですよね。それをねちょっと説明していきたいと思いますけども、こうやってねついていくんですよ。ここは大丈夫、ここは大丈夫なのよマジで。さあ早速これ針の後ろついていきましょう。あ、ババラさんも同じようにね針の後ろついていく作戦。レビンさんもそうですね。みんなやっぱそうなのかな、みんな知ってるかな、さすがにこの裏技。ここねジャンプで飛び越えようとするとめちゃくちゃ難しくなっちゃうんだけど、この針についていけば絶対勝てます。でこの針のね動くスピードはかなりね速度は上がっていくんですよ徐々に。だからそれは絶対に後ろついていきながらもこうやってどんどん徐々に徐々に内側の方を走っていくといいですよ。そうすれば絶対にね追いつかれることもありません後ろの針に。でもちょっとこれ本当に内側の方、最後の方本当に内側の方行かないと本当にやられてしまうんですよすぐに。っていう感じで気をつけていきましょう。ここでね負けるっていうことはねないですよ本当に。脱落しないです最近は。よし、さあ5、4、3、2、1、はい、クリアですね。はい、ということでね、このステージはまあ楽勝ですよね。だからみんな多分大丈夫だと思うんですよ。みんな多分大丈夫だと思うんですよ。みんな多分大丈夫だと思うんですよ。あれ、これちょっとレビンさんやられちゃったね。残念。うわちょっと悲しい。はい、ラウンド4、障害物競争ですね。いやこのステージはかなり俺、ね、苦手。はい、これ今9人残ってるんですけども、残り6人までここで絞られてしまうということで、 YouTuber もかなり減るということですけど、これちょっと早くもやばい落ちた。やばい落ちたんだけど、やばいなぁ。ここマジで1回でも落ちたら良くないぞこれ。ここはみんなについていけば大丈夫。あ、これみんな慎重に。やばい、今後ろでババラさんが落ちた気がするんだけど、やばいぞこれ。ちょっと慎重に動かない。ここマジで負けたくないもんだって。あ、勇気を振り絞ってババラさんが飛び込んでいった、かっこよすぎるでしょ。そしてこの狭い通路を、これみんなで通るのきついよこれ。このルートみんなで通るのちょっときついって。俺ちょっとこれマジで、やべ、全然関係ないところで落ちちゃったし、これちょっと俺終わったかもマジで。最下位じゃない俺、明らかに6人以上前にいるもん。あーくそ、ここまでか。ハードルみんなどうだ。俺ハードルは1回も失敗しないぞ。失敗したよ、いきなり失敗したよ。
やばい、やばい、ちょっと待って、やばい、やばい、あと一人、あと一人、やばい、あ、団長さんが今引っかかった。よし、あ、奇跡の、あ、ギリギリなんとかここゴールしましたよ。あぶねー、団長さんとサンさんがまさかのここで脱落してしまいました。また障害物かよ。ラウンド5はまた障害物ということでね。いや、障害物もうやめてくれよ。頑張りましょう。いや、ちょっと待って、花さんとチャイさんとババラさんが今生き残ってる状況なんですけれども、さあどうなるんでしょうか。この真ん中の通路やっていきますか。あ、ババラさんと同じこの真ん中の通路を譲りました。今ゲーム画面は紳士なので女性に譲ります。このシーソーの部分は、慎重にやれば負けることはないでしょう。でもここで3人か、上位3人ですよ、生き残れるのは。さあ、あ、でも俺今1位じゃない、まさかの。よしよし、ここ1位取れるな。よしよしよし、おっしゃ、よし、あれ2位だ。うわ、チャイさんすげえうめえわ。あ、ギリ生き残った。おーっと、ここチャイさんと俺しか今 YouTube やってる人残ってないかな。やばいことになったぞこれは。いや、負けられないけど、ラウンド6、ここ一番苦手と言っても過言ではないところか。ここで1位が決まるということで、やばいね。これチャイさんが勝つか、ゲーム仮面が勝つか、それとも謎のね外国人の方が勝つか。この人、人を見下しすぎて逆に見上げてる。ここね、1回でも落ちたらさ、もう負け確定なのよマジで。っていうのも、は、一番初めからやり直しさせられるんだよね、ここのステージは。雲の本当に直前まで行ってジャンプ、これをすれば落ちることはないんだけど、うわ、危ない、今マジで落ちそうだった、マジで危ねえ。やばい、ちょっと待って、これ中国人の人がめちゃくちゃ前の方に行ってるけども、これ負けられない。最後のジャンプで落ちる時あるからね、たまに。これ気をつけないと。やばい、これ完全に2位じゃん、勝てないじゃんこれ。あ、おい、え、ちょっと待って待って、1位扱いなんだけど、なぜか完全に俺2位だったよね。謎の展開でこれなんとか1位になってる。謎の展開で優勝しちゃってんじゃん俺。嘘でしょこれ、嘘でしょ、優勝しちゃったよこれ。やば、天才すぎてすいません。え、仮面さん優勝ですかって、もうめちゃくちゃびっくりされてんじゃん。いやー、本当に奇跡が起きたわ。はい、天才仮面が優勝です。というわけでね、いや本当にこのコラボ素晴らしいコラボだったんですけど、またこういう風にね YouTube やってる人でね、コラボしたいと思っておりますので、今後もよろしくお願いいたします。以上、ゲーム仮面でした。